ポータル2ってことで3回目です。桂さん3回目なのかな。3回目です。多分3回目です。あの前の2の後に撮ってるけど多分3回目です。これちょっと最終回いけんじゃないですか。もしかしたらいけるんじゃない。あんなぐらいないだったらね。ねえ、まあ、とりあえずね、前回が1ステージ1か、ステージ1に進んでクリアしたの。なので次はこのステージ2をやっていきましょう。よし、行くわ。オッケー、来てくれ。おお、すげえ気持ち悪いんだよな。あ、ファイさん。さっき8位だよ。あれ、ファイさん。え、ファイさん。あれ、ちょっとどこ行くの？いや、待って。どこ行くの？待って。待って。どんな茶番やねん、これ。よし、ゴーゴー。ここにもドアあったんだ。こっちだよ。あ、ほんとこっちか。うん、そっち。なるほど。そうそう、なんか同じように住んでる見せかけてみたいな次のステージ。そう。ああ、あれはエサじゃないか。ああ、どうしました。ほい。うわ、8個ある。8個ある。ちょっと多いかもしんね。あ、でも今回なんか少なくない。本当だね、なんか少ないね。楽しみだぜ。行こうか。とりあえず上に行こうか、ね、ん？なんだこれは。上に行けるよね、とりあえずね。え、はい。ん？で、すみません、さ、こことさ、うん、この裏のここに立ってみて。裏の、あ、はいはいはい。じゃあこうしてこういうことでいいの？で、うん、さっきお遊びしてるお湯で、おお、なるほど。上から落ちてくると。だから次俺立ったから入っちゃって。はい。いいよ。おお。で僕はここに入る。あ、そこに黄色た、俺が青立てるか。あ、本当だ。あ、ありがとう。とう。よっ。ふう。あれ？ありました。前回はあの定番のやつやりやがったな。完璧やった。えい、よってー。危なかった。なるほど。ってことはこのステージ2はこういう感じなのかな。そうなのかな。もうなんかよ、ね、こう気負い付ける系のね。うわ、来た来た。おお、ちょっと難しそうだぞ次は。なんだあれは。お、あ、上にボタンがある。とりあえず上に行きたいんだが、だけど上に行きたいんだが、これ、ああもう上に行って、で今回は俺一人で解決できるんだ。で下とあっちか、しょ、おお、で踏む、はいはい。でこれだけだと足りないから、もう一個上があるね。もう一個、あそこ、ここにあるのよ。ここ、じゃあここがあるのよ。そうってことは、え、ちょっと考えないといけないね。でもなんかちょっと分かってきた。上から飛び降りた勢いを使って、こっから出てきて、出て、あ、お、ちょっとひらめいたかもしれない。よ、自己解決できるかな。自己解決むずくね。あ、でも俺そこ一人で行けるよ、ここに。お、あ、なんか行った後に俺は、いや、僕普通に高校でいいんじゃない。お、これでジャンプして赤から出てきて上に登る。お、ちょっとやってみるわ。オッケー。ほい、ほっ、届届かない。やー、ダメだ、届かなかった。俺もそうだと思ったんだけど、届かなかった。ダメだった、はしゃいでるわ。俺こうだと思ったんだけどな。ちょっと、あ、わかった。あ、分かってない。これ上にもう一個あんじゃん。あ、本当だ、これだ。ってことは下と上なんだ。だからまず、じゃあ俺、そうだ、自己完結できた方は最後だから、僕がまず、俺がまず、ほい、そう、あ、ありがとう、あ、ごめん、行くわ。僕が上に行く、で、俺がこことそう、つける。で、僕が下に行くと上から出てきて向こうのスイッチ行けるというわけだ。行くで、トゥン。引く、ここ食っちゃう。はい、オッケー、行くわ。ほっ、高っ、あ、
ちゃうねん。OK。OK。で、こっから飛ぶと。よし、ファイスの神もちゃんと出しとこう。行くで。でも俺もちゃんと今回見てるから。今日、ほっ。よっ。てい。おお、いけた。で、俺はここに。上に行って。ちなみに、だからね。翼もやろうと思えば、ここにあらかじめゲット作ったら上書きできるから、これだけ言っとくね。あ、間に合わなかった。レフム。レフム。お、ポールが出てきた。いい子。はい。トウ。バカ野郎。あっちか。ステージ2。なるほど。多分これを押すとね、多分時間限定でこう開く。開くと。で、その時間の間に何かをすると。ここだな。多分。なんだこれ。あ、これあれだ。この青を通ると、ポータルがなくなるから、僕が今真っ先に考えた、永遠と落ち続けるっていうのができないんだ。あ、ほら。くそ。でもこれさ、じゃあさ、俺が立てればいいんじゃないの？あ、そうか。ほんとだ。おじゃあ、行ってきまーす。うわ、怖っ。行くよ。こう落ちようか。行きまーす。えい。お、お、おーおーやべえ早い早いめっちゃ早い。うわー、わかんねえ。前が見えない。前が見えない。おーあはははは。壁を避けてるからに、戦火。あ、でも楽しい、これ。すごい面白かった、こっちから。うわ、ちょ、次ファイさん行ってみて。はい。うわわ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 すげえ。俺はボタンを押すと、あ、じゃあ俺が次これか。あ、次それか。うわー、気持ち悪い、これ。はい、行け。あ、怖い怖い怖い。うわあ、怖い。うわわわわわ、怖い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 、めっちゃ怖い。うわあ、うわあ、わかんねえわかんねえわかんねえ。いやよし、見つけたよね。よかった。よし。うわあ、これちょっと面白いな。スピード感があるな。ねえ、見栄え、なんか映えるわ。じゃあステージ3行こう。出していくんだね、画面を。はい。ボールか。ねえ。とりあえず。あ、またあるよ。お、あるじゃん、まただ。ちょっと下行こうか。ほい。こっち？ん？お、なんか普通に歩けるね。とん、そこ押せるのはいいけどさ。あ、上にある上にある。上に？あ、なるほど。はいはいはい。じゃあ僕がまず一回飛ばすわ。さあ、こうやったらどうなるんだろう。はい。おー、あ、すげえ。あー、なんだそれ、気持ち悪い。でかい、やばい。うわうわうわ。じゃあそのままね。うわ、気持ち悪い。で、ファイさんをぶっ飛ばせばいいな、向こうに。いくよ。せーの、ドン。出た。で、踏んどいてくれないね、俺はこの。で、ボタンを押す。お、ボールが落ちてきた。え、ボールを取って、パンパン、おえ、でもこれ上に持って出してあげるか。そうだよね。でも、あれ？そう、消える。消えちゃう？あ、じゃあ、僕が上に行って。あ、いけた！お、こうじゃん。あ、次俺が上に行くのか。なんかすごい、なんか人力感あったよね。ポータルかっけえ、ね。イエイ！いけた。簡単だな。簡単だね。よっ。イエーイ。ほい、レベル4。これ気になるわ。どれ？この隣の僕これも気になるんだけどな。
さあ来ましたか。上のボタン2人で押すんだよな俺の。あ、なるほど、2人で上に行く。え、でもじゃあまたああいう系の装置があるんじゃない。 これどうすんだ。え、これどういうこと。でも2人で一緒に行かないといけないんだよね。俺の理解速度が速すぎてちょっとちょっと待って、まだ言うなよ。まず理解速度が速い。待て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 、だからあそこでグーッと行って飛ぶのはいいけど、その後なんだよな。え、でもここしかないよね。理解が早すぎて、あのさ早いか、まあ、ブレーキしてくれてるだけマシか。一人がこうやって、例えば今だったらファイヤーさんがバーって上に飛ぶ、うん、で押す。あ、分かったわ。あ、分かった分かった、うん、分かった、僕も分かった、理解した。早い早い、ね、とりあえず無限 であれ、いきなりそれでいいの。あ、そう、あれ。こっち向くんだって見えてんだよな。ちょっとほらパラパラで見えてる。行くよファイさん。俺リモートで言うんだけど、空中で、空中で行くで、せーのと、で出てくる。で次に僕はこっちにやって、来た。ん、あれどこ行った。間に合ってない。ワンモータイム、スピード溜まったな。じゃあせーの、ドンで出てきたのこっちだ。次ほい、けけ、オッケー。ボールがたくさん、ボールが。ジャグリングテストまで、え、え、ワン、おお。あ、わかった、こういうことか、こういうこと。ボール切る、ボール切っちゃったか、やっちゃった。え、ボール切っちゃう。ボールはコナミ人だ。コナミ人だって死んだ。あんま変わってない。行こうか。理解が早すぎる。考える隙を与えない。